こんばんは。今日は15日目の夕飯の時間です。今映像で映ってますけど、今日の夕飯は初めての、出前にしました。何個か選べるんですけど、マックの無難なダブルチーズバーガーセットにしました。で、いろんなメニューありますけど、ちょっとマックを頼んで、外れメニューだったら、ちょっと悲しいんで、安牌なところを攻めました。マックのセットについてたドリンクのコーラが、思ってた以上に、新鮮で良かったですね。僕、コーヒーとか、お湯で溶かすなんかいうラテみたいなやつは持ってきてるんですけど、甘いジュースっていうのは本当にここ2週間飲んでなかったんで、炭酸抜けてても嬉しいですよ。本当に久しぶりに飲みました。で、この何気なく食べてる今夕飯のマックですけど、これがね、めちゃくちゃうまいんですよね。何でしょうね。入院生活、数週間の入院生活明けた後みたいな、そんな、食べてて幸せを感じる瞬間でしたね。で、ポテトも、このチーズバーガーも味は一緒ですからね。日本で食べてるやつと、多分全く一緒だと思います。聞いたことある話だと、アメリカとかでも、食に合わない人が最終的に助けられるのはマックらしいですね。アメリカでも味が一緒だから、口に合わない時はマックを食べれば、とりあえずは、しのげるみたいなことは聞いたことありますね。で、これは中国でも一緒でしたね。で、今回のチーズバーガーセットが、確か値段が37元だったはずです。なので、かける15.5で計算すると、今の日本円のレートになりますね。で、今日は15日目で最終日になるんですけど、一応ホテル側から言われてるのは、15日目の、夜9時以降であればチェックアウトを自由にしていいですということらしいです。で、ただ夜9時から移動するのは結構辛いんで、人によっては翌日の16日目の朝にチェックアウトでも OK ということで、で、僕たちは16日目の朝チェックアウトにしてもらいました。で、今まで、これで約2週間過ごしてきたわけですけど、ちょっとその感想とかね、そんなことをお話ししながら、見て、映像は僕が食べてるだけですけど、お話もしていこうかなと思います。基本的にやっぱりホテルの、部屋からは出れないんですよ。で、廊下にも出ちゃダメで、出てる人も見たことないんで、みんな部屋でおとなしくしてるんだと思います。で、基本的には朝起きたらもう弁当が置いてあって、で、食べて、で、10時になると検温が来て、で、12時にまた弁当を食べて、で、3時に検温があって、で、夕飯が6時ぐらいですね、にまた弁当が届くっていう、もうこのひたすらルーティンなんですよね。で、意外とその弁当と検温の時間が程よい感じなんで、あんまりね、昼にがっつり爆睡するようなことはないですけど、やっぱり生活リズムを維持するのが難しいですね。で、生活リズムも結局自分のペースじゃないんで、本当に与えられたものを食べて寝ての繰り返しで、気分は本当にペットですよ。で、その検温に来る係の人が、女性が2人いて、大体一緒に来たりとか交互にやってたりするんですけど、1人がね、
結構可愛いんですよ。もう白装束みたいに目しか見えないんですけど、あ、マスク効果かな。まあ目元しか見えないけど、一人は、残念な感じで、一人は可愛いです。で、残念な感じの子の方が、ちょっとね、態度もでかいっていうか、雑なんですよね。可愛い子の方が、優しい感じですよ。で、昨日、今日ぐらいで、まあ、隔離が終わるにあたって、書類を書いたりとか、まあ、そういう、ちょっと珍しい作業があってですね。で、その説明も、まあ、中国語でもう、バーって言われるんで、わかんないんですよね。で、まあ、そういう時に、係員は不親切なんですよね。で、ただ、やっぱりね、この日本から一緒にみんな来てるんで、同じ便に乗ってた隣の部屋の隔離されてる中国人の人とか、まあ、向かいの部屋もそうなんですけど、そうやって困ってるとね、部屋から出てきてくれて、通訳してくれるんですよね。で、こういうふうに書けばいいですよとか、すごい優しく教えてくれて、親切な人は親切ですよ。で、まあさすがにこの2週間の期間ね、僕は今回YouTube にこうやって動画上げてたりとか、まあそれが僕にとっての暇つぶしになってるんですけど、まあこういうのがないと本当にどうやって過ごしたらいいかわかんないですよね。まあゲームよやる人と、あと本を読む人はいいですよね。暇の潰しができるんで。ただ、例えば普段 YouTube 見てますとか、日本のテレビばっか見てますっていう人は、なかなかネット環境も良くないんで、まあ仮に VPN つないでも、ちょっとそこまで暇を潰せるほどの環境ではないんでね、結構辛いと思いますね。最初の頃に、ホテルの部屋の紹介の動画でアップしてますけど、まあいろいろ細かいこと言うと、設備がしょぼいとか、突っ込みどころがいろいろあるこの部屋ですけど、まあさすがにこれで2週間いたんで、ちょっと名残惜しい感じもしますね。あ、ちなみに排水口、シャワー室の排水口ですけど、もう今はあそこの排水口にあった蓋みたいなやつを全部外して通通にして使ってます。そうすれば詰まることはないですね。まあその蓋を取るのも嫌でしたけどね、もうネチョネチョなんで。まあそれでも詰まって足が浸ってるよりはいいですからね。まあそんなことで よかったです。解決してます。で、まあ明日解放されて、で、まあ基本的には中国での仕事にこれで復帰するんですけど、まあ日常生活も自由になりますんでね。まあ何やろうかなとか、どこ行こうかなとかね、今いろいろ考えてるんですけど、まあ、聞く話によると、やっぱり中国ってもうコロナウイルスが基本的には街中にはいなくて、まあ、ロックダウンの成果ですよね。なかなか日本じゃできない対策ですけど、まあそこまでやってると、中国の国内ではコロナウイルスが今蔓延しなくなってるという状況みたいですね。まあその辺をちょっと自分の目でも見ていきたいなとか、まああとは今後はね、蘇州に移動しますんで、蘇州の観光地だったりとか、まあそんなところをちょっと今後 YouTube で案内していければいいかなと思ってますんで、まあぜひもし見ていただける方いましたら楽しみにしておいてください。
あとですね、この部屋に来た時に、リンゴが出てきて、で、防腐剤がすごいからなかなか腐らないので、ちょっと置いときましょうって言ってた件ですけど、まあ、もちろん今2週間弱で、現時点では特に変化はないですね。で、調べたら、まあ、常温で置いておいても、大体1ヶ月ぐらいは持つっていうことらしいので、まあ、2週間ぐらいじゃ結果が出なかったという感じですね。まあ、今後また機会があれば、ちょっとこういうのも検証できたらなと思いますんで、また別の機会で、やっていきたいと思います。